俺一回も見たことないこれ動画で。いくよ、せーの。何これ、何これ、え、これ見たことある配信者で、これこれもうもはや幻でしょこれ。えー、大丈夫、ヒカキンゲームズ。ヒカクラ。全国のイオンでヒカクラグッズ販売中。ピンポンハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。皆さんよかったらグッドボタン、チャンネル登録。よろしくお願いします。って感じで。さあ、というわけで今日はタイトルにもある通り、ネザーでちょっと掘ってって、ネザーライトを取りたいんですよね。うん。行きます。いいえ。やっていく。もう掘るポイントは一箇所決めてるから見つけるぞ。一回シルクタッチでガンガン行きます。あれネザライトってシルクタッチじゃなくても掘れるよね。大丈夫だよね。エコーかけて。これなんよな。ララララララ。2個だぜそれも。こんな近くにあったのか。あ、これでもう今日ツルハシ作れんじゃん。はい。今1個。2個です。やった。あるときあるんだな。まあまあこんなとこですかね。頼む、1個じゃなく、よし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 、いいぞ、いいじゃん、2個だな。3個っていうのが今日来てないな。これでも今日9個取ってる。すごいよね。当時ペース上がってきた。あ、やったるわ。今ガンつけたやろなあ。こうなりたいんかってなあ。ガンつけたんやろ、そっちから見てきたんや。だってなあ。いやいや今さら遅いって、そっちからやろ。やっぱ、おい、お前、古文か、おい。おい、何逃げてんだよ。そっちからだよ。いいよ、剣なんかいいよ。拳でやったるよ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。やるんだろ？いいよ、別に。拳でやったるよ。おい。これだろ？おい。かかってこいよ。おい。おい、なんだよ、全然。あ、じゃあ、これ、待って、おい。ちょっと待って、マジでやべ。終わったんじゃん。強えんだよ、やってしまったよ。やばい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 。あ、でもネザーだから大丈夫大丈夫、全然大丈夫。え、全然、え、何がやばいですか。ヒカキンさん何焦ってるんですか。何もやばないですよ、全然やばくないですよ。飛んでいくだけやからね。ちょっとね、コーヒーでも飲みながら行きましょうよね。うん、そら焦ってもしょうがないですわ。やっぱり喧嘩は殴った方が負けなんだな。ちょっと待ってね、多分大丈夫。ちょっと多分ね、よかった。でもあれ通路多分さ300座標ぐらいまで帰ってきてたから多分大丈夫なんだけど。あ、持ち物持てるよな。 まあ大丈夫大丈夫。俺1ミリも生配信だから盛り上げようとか1ミリも思ってなかったのにやっちまった。ちょっと待って、どこだ。あ、こっちか。やばいやばいやばい。ちょっと待って、パッドなぜか、よっ、
あべ、あ、はめてない、はめてない、ちょっとやばい、やばい、な、なに、トントン、落下軽減ついてないとあんなにワンパンなのこれ。ちょっと待って、あ、やべ、危ねえ、こっから勝負だな、多分すぐ近くまで来てたから。タラン、アイテムの塊、ネザーライトロースはやばすぎるって。多分大丈夫、ネザーに入ってからの秒数だから5分ぐらいあるから。確かタラン、アイテムの、アイテムの塊表示されて、あの豚がやべえ、マジでやばいかもしんない。普通にやっちゃった。あ、ジャンプしろ、ジャンプしろ、かな、あれかな、あった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 、え、あれ、あれ、え、あ、ここだ、ここだ、ここだ、うわー、あぶねー、ちょ、おお、ちょ、おぼい、いい人になってる。あぶね。あ、取れた、取れた。この豚。ちょっと待って、これ危ねえな。ちょっと待ってね。もちろん俺らは抵抗するで。コブスで。マジでこれ手でいく、俺もう許せないこれ、この野郎、お前からやってきたんだろうよ、あんなやることないだろうよ、何考えてんだよ君、どうかしてんじゃないか君は。あ、ちょっと、なんかエリトラとかある、ちょっと待って、ちょっと、あ、やばい、ちょっと待って、危ねえ、ちょっと、何やってんだ君は、クリーム塗ってやるわ、何やってんだっつってんだ君は。痛いだな、痛いな、痛いだな、強くねこれ、痛いよな、痛いよな、おうおうおうおお、それは痛いわな、この顔面こんなやられたら拳で痛いわな、ほんまに。よーし、サイコパス引っかが出ちゃった。よし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 、よかった、超大事なもんなんだよこれ。ネザーライトのブーツ履いてんじゃん、強えと思ったら、あぶねえ。オッケー、よし、あぶねえ、やったー、やっぱ持ってるよな。わわ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 わWhat?
よし、豚にお見舞いして帰宅。さてと、来ちゃいましたね。おやすみなさい。おはようござう。面白いね、豚にやられてね。 OK。 さてと、冷静に考えていこう。まずシルクタッチのこのシルクタッチ耐久力3効率4修繕1、これにつけたいな。確かまず焼くんだよね。これ怖え、怖え。これだな。21個焼きます。21個焼いていきます。やばい、来てる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 。いくよ。うっす、やべえ。これ家にあるスクラップと合わせると24個です。行きましょう。溶鉱炉だっけ、あ違う、これだ。俺も覚えてきたぞ。ネザライトって人生で何回かしか作んないからさ、これ忘れちゃうんだよね。これだ。ちょっと今後これ効率5にすれば、効率5、耐久力3、シルクタッチ、完璧だよね。 OK、 いきます。ありがとうネザライト。キンキンキン、ちっちゃいんだ音が、なんかキンキンキンで、あとはこれで、あともう一個斧を作っちゃう。オッケー。あと斧、これ強えんだよな。木を切っていく、違う、木を買っていく斧、これです。木を買っていく斧。斧だと金で終わりだ。あとどうしようかな。シャベルもあるんだよな。取っとこうかな。ちょっともったいないから。ね。一回ちょっと、高級品使うときこれ緊張すんだよ。取っとくわ。ちょっとこれ。もったいないから。危ない危ない。ふぅ。ちょっと一回全部着てみるか。ちょっと。チース。比較だ。ウィザースケルトンの頭、取りに行くか。ちょっと本当にさっきみたいに事故ると俺終わるんで、完璧な装備にしてっていい？ちょっと怖いから。完璧な装備ってあるか。でもよし、ちょっとネザライトは剣だけ持って、いやリスクあるところにネザライト持ってくの危ないよな。ちょっと待ってね。ズボー、いやこれやめよう、やめようやめよう、もったいない、終わっちまう。全ての努力が水の泡になっちゃうから。よいしょ。胸をも預けていく。ああ、いいね。これは安定。斧とかも危ないから、いや、これ1個しか預けられないのか。いや、じゃあ。よし、冒険の始まりだ。うん。火炎耐性。俺、火炎耐性も持ってないの、今。ヘルメットしかないんだよね。で、エリトラも預ける。弓は持っていく。アイテムボーナス3の剣。これだな。トゲついちゃってんだよな、これ。トゲに火炎だけつけていくか、とりあえず。マグマダイブだけ、怖いので、防火3。あ、いける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 。炎でいっか。炎。よし。これを持っていって、向こうで現地で着る。うん。あと、ズボン。あんじゃん。関節攻撃耐性。
ブレイズのやつ防げるじゃん、これ。あったあった。ぶっ壊れそうだけど、まあぶっ壊れてもいいや。うん、オッケーかな。っていうか、富士のトーテム1個持っていけばいいか。これだわな。あれ、富士のトーテムってさ、右手に持ってなきゃいけないんだっけ、これ。こうやって。あ、そうだ。オッケーオッケー。これやってりゃもう無敵だわな。オッケー。もうちょっとしたらまたウィザー倒す動画。なんかこいつ動きおかしいよな。やっぱりだな。待って待って。ここで不死のトーテム使わせないで、やばい。あぶねえ。あぶねえ。まず飛んでって。で、この、なんか。やべ。確か、あぶ。まあ、ちょっと待って、別ルートから行くわ。ちょっと待って、一回こっち行って、こっち行って、ここが開けてんのよ。ちょっと待って、やばいな、これ。めっちゃいる、めっちゃいる。ちょっと待って。よしよしよし。いいね。これって明るくしても湧くのか。よく考えたら。ほら、めっちゃいるじゃん。で、これが何がむずいかっていうと、剣で倒さなきゃいけないんだよね。全然ハーフブロック足りない。よし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 、ここまで来たらもう俺の勝ちだよ。よし、これの地道な作業なんだよね。痛い痛い痛い、頼む。やめちゃ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 、落ちてないよね、落ちてないよね。これの繰り返しなんよ。でブレイズはマジで戦いたくない。頼む、1個落としてくれたら俺はもう満足だよ。ノックバックついてるからこれ安全。1対1なら絶対大丈夫。取れないんだよ。これで3個集めたんだよね、前。偉いな俺。よしよしよし。やばい、ちょっと待って。とどめを刺すのがこのアイテムボーナス。やばい、よくなった。やばい、待って。いや、ん、あれ喧嘩してる、喧嘩すんな。俺のアイテムボーナスでやらせて。待って、やばい、やばい。よしよしよし。あー、ハン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 、はいはい、暗いんじゃ。よし、ダメか。うっ、わ、これで落ちないの。誰が取れるんじゃ。俺よくウィザー召喚したよね。この確率で3個だよ。それもエンチャントは今最強の状態だよ。アイテムボーナス3で引いちゃう。 うわ、ここ危ねえ。あ、でもあれじゃん、俺よく考えたらエリトラつけてるから落っこちてもなんとかなるんだよね。 うわ、いや、ここ行ったことないな、多分。こっちの青い森とかなんかないかな。ピグリン要塞とかちょっとだけ見に行ってみる。こっちずーっとこんなとこいてもなっていうことで、またどっか行って帰ってきたらウィザー湧いてるかもしれないから、ウィザーっていうかウィザースケルトン、ちょっと行ってみようか。怖いけど、マグマポチャは お気をつけます。はい、ほい、え、あぶね、あぶね、これつけてるやつ。ヒカキンさんは気絶されました。あっぶんね。あっぶんね。神は私に床を与えてくれたんだ。はい、というわけで生きてたってことで乾杯。朝日スーパードライ。今 CM 流れてます。今日はちょっとゲーム中なんでノンアルコールで。あぶねえ。防具にエリトラつけらんないのかな、これ。あぶなすぎんだろこれ。よし、行くぜ。怖いよな、ネザーで飛ぶの。うわ、赤い森だ。うわ、すごいすごいすごい。いや、ちょっと待って。俺、生配信でこれは来すぎ。あれ？要塞があった、もう一個。待って。こんくらいにしといていい？ちょっと待って。怖い。待って、帰る方向が、待って、あっちだよな。あっち。あれ、ダッチ来たの、どっち？ダッチ。ボックス。車線を切っていく。この車線。
ピッ、生配信で来たことない要塞記者。とん、なんかこれ生成バグみたいなんだな。だやべ、危ない、危ない。あ、落っこちんな、落っこちんな。あ、でねー、おいで。あ、二人いるな、二人いる、危ね。スケルトンは二人からやばくなるから一気に。あ、やばい、待って、ちょっと待って、お前がやばいの、ちょっと待って。このね、スライムが一番やばいから。よし、危ない。あ、よしくない、よくない。じゃあ、ダメ、ダメですか。ちょっと一回離れるわ。取れねー。まあ、そもそも俺そうだ、不死のトーテム一個持ってるから今、処理していきます。これ変わったよね、アップデで。知ってる？分身するときにさ、密着してくんだよ、こいつ。完全に昔と違うの。こんな強くなかったのよ。やばいんだもん、この数が。プラナリアみたいだよ、プラナリア。かっかっか。これだから、ウィザーってさ、こんなに大変なんだよ。一体沸かすだけで。だって、一体沸かすのに頭三ついるんだよ。一個も取れてねえの、これ。あ、いや、めっちゃ沸いた！え、何？こんな風に固まって沸くことあんの？4体沸いたぞ。これ絶対いける、絶対いける。が、厳しい。よしよし。一体ずつ来て。一体ずつ相手してやるから。ドラゴンボールシステムな。お前、卑怯だぞ、お前。あべ。きつすぎるだろ、これ。ちょっと待って。あ、くつこ。ダメ？ガスとお前。あー、フェイクみたいなのあるし、これ、ちげえ。そうだ、視聴者の皆さんにでもこの大変さが伝わって俺は嬉しいよ。うわっ、やばい、あ、やばい、ちょっと待って、よっ、こうやって、よしよしよし、よし、分かっちゃった、分かっちゃった。あ、落ちた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 、こんにちは。どうも、ウィザースケキンです。ありがとうございます。こっち側ちょっと見てみる？この赤い森の奥。帰り道わかるかな？ちょっとだけ散歩して。うん。まだ湧いてないから、ちょっと散歩してってみるわ。うわ、やっぱ何これ？うい！見た今の。マグマの滝じゃん。これやばくね？すっごい、ちょっと絶景だからちょっと見るわ。ホグリンとか気をつけろ。ホグホグホグリン気をつけろ。やばいね、これ。すっご。初めて見た、こんなにごついの。えぐ。なんかおかしいよな、これ。すご。はい、帰ってきました。よしよし。あれ、こっちだよね。来たの。あったあったあった、めっちゃ方向感覚最高。ここっぽいよな。あー、帰ってきた帰ってきた。オッケーオッケーオッケー。いやー、3個取りたかったんだけどな。これ宝もどうせ開けてあるんだよな。そうだよね。開けてない、なんで。え、こんな通ってんのになんで。うん、ただやっぱ本当にウィザスケだけはいないわ。もう一回だけさっきのとこ行くわ。うん、こっちだったよね。あれ、こっちだったよね。あれ、あれ、こっちだったっけ。あれあれ、赤い森だとか言ってこっちだったっけ。あれ、こんな来てないよね。やばい、違うとこに来ちゃった。やばい、どこだ、ここ。ホグリンの様子、あれ、これ来たことある気がすんな、ここ。来たことあるわ、ここ。なんだよ、俺一瞬もう最高じゃねえかとか思ったら、これ俺なんか俺が必死に逃げた跡があるんだよな、ここに。え、でもでかくね、これ。超でかいんだけど。え、一応見るね。なんかここ俺掘ってある気がすんだよね。なんか昔何個か行った時に
これなんか俺掘った、あれそういうわけじゃない、もしかして。ちょっと待って、もしかしたら、あぶねえ。ちょっと待ってね、一気に上登った方が早いよな、こういうところ。もしかしたら来たことないとこかも。一回上登ってみるか。なにこれ、ちょっと待って、見た今、ちょっと待って、見た今、なに今の、見たことある、あれマグマの畑みたいなのあったよね今。ちょっと待って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 、何あれ、一回ちょっと元の状態に戻したいわ。超やばいもんあったよ今。さて行くよ、一回閉じてもう一回まっさらな状態にするわ。壊しちゃったから、ちょっと待って、マジエグかった今の。マグマの田んぼみたいのあった。ちょっと待って待って待って、俺一回も見たことないこれ動画で。いくよ、せーの、なにこれ、なにこれ、金ブロックある、あそこ。ちょっと待って、これ俺動画撮ってたらさ、マグマの畑幻のとか言って、これサムネいる、これマグマの畑とか言って、やべえ、砂渡りだ、こんなんあるんだ、金ブロックあんのほらそこに。これさ、初期の頃なあったのかな、これ。ここ来たことないかもしんないな、超でけえ。何してんだこの生配信、盛りだくさんすぎるだろ。俺き、なんか金の防具、金の防具。マグマに落ちて死んだっぽい今、あのピグリン。ちょっと待って、あ、エリトラ外そう。たださ、エリトラ外すと飛んで逃げらんなくなるんだよね。どうしようどうしようどうしよう。やっべ、ピグリンブルート1匹倒したよ今。ただ矢がもうないのよ俺。うわ、作業台持ってきてないから俺これ金作れない？ヘルメット作れないな。やらかした。あ、この人が今教えてくれました僕に。青い森とかに木あるよね、あの木って作業台作れるよね。うわすげえ、こういう時に限ってねえの。うわ、金の防具作ったら何も襲われないんだけど。まあまあまあ、戦えってことかなこれ。お前撃つなって。あれ、またここ穴開いてる、どっかこの辺にない。怖い怖いよマジで怖い。つうかどこか分かんなくなっちゃう、さっきの要塞。ちょっと待って、これ超でかいよ。こんなんあるの、さっきのだよね。ブルートだ、確かこれチャンスかもしれん。ブルート1体だけ、あ、金の斧持って、あ、斧じゃダメなんだよな。あ、3発、ブルート2匹目、ちょっと、あ、よかった、これ歩くの遅くなる床だ。危ない危ない危ない、何も落とさねえし。これが屋上だ多分。えぐくねこれ。
き行ったのここだ。でかすぎだよ。こっそり入っていくか、この辺から。じゃエリトラは入ったらちょっと外すか。動画だったら白熱した BGM が流れてるよ。生配信ならではのワクワクがあるね。これみんな何入ってると思う？僕ね、中見えるんだよ。行くよ、今投資するから。あ、これね、あれです、ネザライト1個とエメラルド入ってますね、はい、3, 2, 1。ファイル、金の棒が入ってる、やった。思いっきり言ったこと全部外れてるけど、金の棒が入ってる、やった。もう何も怖くねえや。はい、完璧。これさ、やらせしてるみたいするじゃん。やらせしてるみたいするじゃん。こうやってこういうことあるんよ。ヘカキンゲームゾーン、やらせ一体なしだよ。すっげえ。え、なにこれ、新しいエンチャントじゃないこれ。魂の速度だって、走んの速い、やっば。もう帰り道はさっぱりわかんないです。ただピグリンブルーと今盾持ってきて、あ、違うじゃん、俺攻撃されないじゃん。あ、何ビビってんだよ、もう全員友達じゃん。豚だけか、やばいやつ、あの四足歩行の。やった、これ超でかいよ。下手したらさ、二つくっついてるぞみたいなレベルじゃないこれ。一回外に出て、撃たなくていいんじゃん。ちょっと敵じゃねえんだって。もうちょっと話してくるわ、仲良しで。こんにちは。こんにちは。こんにちは。うほ、こんにちは。こわ、口こげ、こわ、こいつ怖いね。あんた、なんで向けてくんだよ。いや、向けんなって、やめれって。ないね。え、ブルートじゃねえ今の。いや、これブルートだわ。ゴタ、え、あ、ブルートはダメって言って前 やられたな俺。確かなんかそんなような思い出があるな。これブルートやった瞬間にこの豚も一緒に敵になってくるとかないよな。ちょっと待ってね、ブルートはダメなのか。あぶね。あ、やっぱりだ、敵対してくるこいつ。やっぱり、あ、よしよし、危ねえ。進化してる俺、何も落とさないの、ケチくせえ。こんなに危ない戦い、命かけて戦って倒して何もくれないっていうね。比較だ。この辺から掘ったらなんか出てこないこれ。あったあったあった、危ないこれ、掘るの落っこちるかもしんない。うわっ、動画撮りたかったわ。何これ、これなんか混ざってない？玄武岩デルタと、え、これ見たことある？配信者でこれ、これもうもはや幻でしょこれ。こんなんねえよ普通。ブルートめっちゃいるし。待って、油断できないわ。ブルート今下の階にもいたからさ、一匹。ブルート10体要塞だな、これ。いや、降りらんない、これ。むやみやたらに。あ、ここに階段がある。盾持ってきてないからさ、俺。こんな広いのに宝箱は全然ない。え、下やばい、なんかこれ見て。バグとかじゃなくてこれ多分。うわ、ブルートいる。ちょっと待って、キング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 、ここ最初に俺ぶん殴られたとこだ。危ね。いや、これもうラスボスの神殿。あ、宝見えた。ちょっと待ってよ。うわ、ブルート、ブルート、ブル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 。え、ちっちゃいのかい。3, 2, 1。古代のがれきや。
待って、俺逃げていい？ちょっと待って。今度こそネザライト。せーの。すげえ。豚肉が入っててなんかかわいそうなんだけど。豚さんの、これ下まであんの？これ待って。やばくね？これ。全部宝箱を開けたら。これさっきのやつだよね。で、エンダーマン。これ俺生きた心地がしねえっす、ここやばい、生きてないもん俺、これほぼ死んでます。これちょっと待って、これ倒していい？先にこの野郎、よし、くたばったやろ今の。生きた心地がしねえよ俺、ここすごすぎるか。え、これマイクラ最高難易度じゃねえ、ここ危ねえ、やべ、な、どこ行ってんだこいつ。待って、これやばい、待って、ノックバックが危ないから冷静にこいつを処理していく、処理の方をしていく。でこいつだな、ブルート。オッケーオッケーオッケー。あれ落っこちた？あ、落っこちたな。え、真ん中やばいじゃんこれ。もちろんマグマに。え、え、湧いてないこれ。え、ちょっと、あぶね、よし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 、いいぞ。ちょっと完璧すぎたかな俺っちの戦略が。こうやって1個下に降りるのが怖いんだよ。え、え、何あれ、何あれ、スポーンブロックあるよなんか。ちょっと待って待って待って、何あれ、何のスポーンブロックあれ。きつすぎる。得体の知れないものしかいない。やばくなったら、ちょっと待ってね、やばくなったら積み上げる、このブロックだけ。だからある来たら死ぬからなって言われてるような感じだこれ。ちょっと待って、これ取り生きる、これマグマダイブへようこそって言われてるような感じがするけど、ちょっと待ってね、これ本気でいくからね、ごめんね。マグマキューブ、あ、マグマキューブスポーン、地獄じゃねえか。ただなんか激レアだからぶっ壊したくないけど、あれ中入っちゃえば勝ちだよね。俺は今はエリトラはつけてない。冷静にいけ。待って、このマグマキューブだけ倒しとくか、ちょっと怖いから。出てこれない。あ、出てこれないのか。一気に入った方がいいよな、これ。あ、待って、こいつ来る？やばい、いる。はい、俺の家です。ここ俺の家です。うん、よかったら遊びに来てよ。寂しいね、誰も入ってこないな。怖くもなんともねえよ。先に宝物取るわ。うわ、これ見て、これ地獄だ。俺今閉じたからいいけど、これ地獄だ。うわ
俺これ。行きます。行くよ。これとてつもないもん入ってんだろこれ。行くよ。見たことのないやばいお宝まで。3, 2, 1。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。これやばくね。ネザライトインゴット、これ一個で古代の瓦礫ちょっと入ってきてんな。あと古代の瓦礫10個分、9個分だ。やばすぎる。こんなすごいことあるんだ。どんだけレアな場所なんだこれ。鉄ブロックもせっかくだからもらっていこうか。やべえ、どうやって出るんだよこれ。いや大丈夫、一個ずつ壊していけば。やめてやめてやめて、ちょっと待って、大丈夫。あっ、いや今のもう無理だって、いけないよ。マジかよ、マジかよ。ちょっと、うわぁ、ちくがぁ、ちくあぁ、積み上げればよかった。あ、ネザライトだから燃えない。ちょっと待って、トリ行けるか今の。俺場所わかんないよ。エリトラとか全部燃えたんだけど。ただ、あれ俺何持ってた？ウィザースケルトンの頭が！頭なくなったじゃん。あれ助からないわ、マジで。なんかさ、中にいれば余裕と思ったら飛び出されちゃったんだよね、押されて。一応行ってみたいけどな。これで最後なんか一個でも取り返したら俺の勝ちか。ちょっと待って、そうだ。待って、座標なんだったあれ。マイナス787、73、110。絶対言ってやるわ。俺は終わんねえ。火炎耐性甘かったなぁ。いやでも今のって火炎耐性だけじゃなくて、吹っ飛ばされてマグマと、あと、普通に殴られてたからさ、一応不死のトーテム持っていくか。トーテム一回助かったと思ったんだけどなぁ。マジかよ、マインクラフトってどこまで難しくしていく気なのよ。てかもう不死のトーテムも、
2個くれよって。待ってくれよ。剣、耐火のポーション。そっか、耐火のポーション作ってった方がいいか。よし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 。あ、すっごっ。耐火のポーション。延長とレッドストーンあるけど、まあレッドストーンでいいかな。うん。普通に生きててあんな焦ることないからな、最近。ふっくっくっとか言って、硬直。完全硬直してたでしょ、俺。もう呼吸止まってたからね、俺、あの落ちた瞬間に。ふっとか言って。あ、待って、金のチェ、あ、金の防具。はい、これ天才。オッケー。あ、魂の速度ってついてるな。オッケー。うん。あ、ダイヤのチェ、オッケー、オッケー、行くわ。ツルハシ、あ、一応ツルハシも持ってっとくか。オッケー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 。シャベル、うん、なんかあったらね、やばいから。あ、弓、どうしよう。エンダーパール、エンダーパールで逃げるっていう、あ、エンダーパールで投げて逃げるっていう手もあるかな。一応持ってっとくか。回収できんくても泣くなよ、泣く。みんなよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。いきます。入ってからが勝負だからな。マイナス787、115。途中までは覚えてるから、向き。いきます。これ絶対回収する。本気でいく。マジでこれ喋んない、もう。合ってる合ってる合ってる。あ、マイナス787だ。こう下通ってやばい。あ、結構すぐたどり着けるぞこれ。結構すぐつける。俺やばい、天才だ。天才現るだこれ。ここでやばいとか言って、早い、めっちゃ天才だ。待って、ここ掘ればいい。え、これ魂の速度って何、これ超速いんだけど。え、何これ、こっちだ。え、速い、何これ、こんな速いの。めっちゃある。待って。うめ。あ、ポーション、ポーション、ポーション。これ落ちてもいい。え、落ちてもいい。まだ回復してない、まだ回復してない。一回預ける、一回預ける、預ける、預ける、預けていく、預けていく、預けていく、大丈夫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 。あれ取った方がいいよな、でも、消えちゃう。ちょっとこれ中見るか、マグマの中。回復しねえ、全然。
まあでも多分ほぼ全部回収できてる気がするんだよな。奇跡的なとこに落ちてたねアイテム。ふざけやがってこいつ、なんでこんな回復しないんだろう。これ地獄じゃねえか。出てこいちびっこ。あ、てかまあマグ、あ、よく考えたらマグマの中に入ったらもう燃えてんのか。いやスポナー壊すのもったいなくない。なんかこれ今度こうトラップとか作れるかもしれないからさ、動画的な目線でいくとさ、それダメなの。そっか、全部回収できてるわ。オッケー、スポナーはもったいないんだよ、動画配信者としてはね。だって回復しよう。買った。え、待って、俺回収できたもの、ネザライトの斧、ネザライトのツルハシ。あ、そっか、ネザライトだから焦げないのか。やった、もうパニックでさっきそれ意味分かってなかったわ。うら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 、金を奪って帰ってやんだよ、うら。この野郎。よかった。来てみろ。やるぞ、やるぞ、これまたやるぞ、ちょっと待って。やるぞ、やるぞ。またやるぞ、これ、俺。え、入ってきなよ。ここオレンジだよ。やる？オレンジでいいの？みたいなこと言ってて、やられたから。マグマキューブを生かしたまま閉じ込めた方が次湧かなくなっているんですよ。天才な人がいるんだけど。チビマグマキューブを生かしたまま閉じ込めた方が、閉じ込めた方が、ちょっとそれが分かんないけど、ただ天才。倒してしまうことによってでかいマグマキューブがまたスポーンしやすくなると、こういうのはね。だからこうやっといた方がいいと。これ下手したら上に掘ってもう逃げた方がいいね。マグマの中に何か残ってるってことないよね。ネザライトって浮き上がるんだよね。無理だよこれ以上は。いや、きついきついきつい。ほら、もう一回入ったら俺多分死ぬわ。ポーションの効果がまだあるからさ。え、ネザライトって下に沈まないよね、剣とか。こん中入って、やばい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 、無理だ無理だ、絶対無理だこれ。ちょっと、無理です。あれ、あれ、ちょっと待って、コメント見れなくなった。あぶね、今超神回避したんだけど。もう帰るわ帰るわ俺。ダメだ、ここやばすぎる。助けて助けて。ちょっと PC だけ、あ、ちょっとふざけんな、バグったんだよ今、バグって集中力切れたんだよ。うわ超やべえここ。あ、ブルートいる。ごめん、どっかさ、これ横掘って逃げていい？もう無理だ。え？チェストの中に俺なんかいいもん入れてる？マジで？え、ちょっと待って、みんなさ、でもさ、もう一回あそこ行けって言うんかい？もう一回あの地獄に俺を行けって言うんかい？みんな。ちょっと待って。あ、そっか。積み上げてきたから降りられるのか。ちょっと待って。逆ギレしちゃったよ、もう。また俺をやつれて苦しめて、みんなが俺のこと。被害妄想始まっちゃった、いよいよ怖すぎて。ちょっとほら、俺怖いんだよもうここ。これ本当だ、いっぱい入ってる。ありがとうみんな。あぶね、ちょっとポーション飲んどくわ、一応落っこちるから。ポーション一応飲んどいて、で積み上げていくしかないな。持ってきた草ブロックももうめちゃめちゃなくなってる。
ジでサムネとか撮っといてよかったな。まあでもサムネは多分過去一のマグマダイブをして全ロスかみたいな感じだね。ついもう動画編集の方に頭がいってしまう。よし、あ、やった、このなんかマグマの畑だ、すげーとか言ってあの頃に戻ってきたぞ。これ危ない、なんもないね、周りね。ちょっと外、うお、これやばくない？めっちゃ早いんだけど。あ、待って、この一番上、ほら一番上行った俺、ここ。でも動画では生まれる、おお、金が、あ、ここやっぱ行けるぞ。まだ動画で生まれることはなかったんじゃないかな、この動画は。ちょっと意味わかんないこと言ってるけど、この生配信やんなかったら多分ここに行き着いてないと思うから、これを撮ったんだよね多分ね。来てないよねここ。ちょっと待ってよ、ほら、嫌なことあるとこうやっていいことあるんだよ。ちょっと待って、ビザスケの頭は多分ないっすね。どっか行きましたね。これ来てないよね、でかいやつだったよね。行くよ。人生、嫌なことがあった時必ず前を向いて上を向いて前向きに生きていると、もっといいことが倍返ってくるんです。さあ行きます。 3, 2, 1。服あれ。人生、嫌なことがあったら前を向いて歩いていけば必ずもっといいことがあるんです。3, 2, 1。ファイヤー。パッと見超すげえけど、よく見るとしょぼいなこれ。あ、でも諦めないで来てよかったね、ここもね。すごかったね、でもこんなとこにちゃんと隠れてんで。いや、すごい回だったわ。帰ろ帰ろ。え、でもさ、今日全体で言ったら失ったものはエリトラの耐久力3、修繕1ついてたエリトラと、ダイヤモンドだったよね、防具とか全部。ネザライトでも、ってかネザライトって落ちても大丈夫ってすごくね？これすごいね、ほら、魂のやつなんか、早くなるの。こっちだな。はぁ。怖え、これ。ちょっと遠回りして、すごかったな、衝撃だったなマジで。こっちだな。よっしゃ。ていうかでもさ、あの座標までの飛び方のスピードやばかったよね俺。命かけてまるで自分の命でもかけてるんだろうかぐらいの無言で一瞬で。神ヒカキンさん、あ、いや、こちらこそありがとう。これやったぜ、やっべー、ぶちかましてやったぜ。ただ今日はネザライトを掘った分は確か全部、ほら、ここのツルハシちゃんと無事、剣は持ってってないから無事、はい、無事無事でしょ。でこれ斧とこれも無事、このツルハシも無事、今日作ったやつは一個も無駄になってない。でよし。であとは防具は一個も無駄にしてない。失ったのは多分エリトラとダイヤモンドの、剣か。案外少ないぞ、これ。まあ、不死のトーテムを3個くらい使っちゃったくらいかな。いや、マジでラスボスと戦ってるくらい難かったな。いやー、よかった。でもこれ、ネザライト。俺、あそこで頑張ったから、ダイヤの剣とエリトラを失ったけど、結局ネザライトをこれ、古代のガレク 8個、9個分取れたから、ネザライトの今後剣とかなんか5個作れるね、これ。スクラップも1個取れたし。ってことは、プラマイで言ったらプラスだね。勝ったー。男の中の男の賭けに勝った感じがしてるよ、俺。もう十分だろう。じゃあ最後にさ、最後。ちょっとおやすみなせえ。皆さんグッドボタンよろしく。チャンネル登録。よろしくお願いします。やっぱりヒカキン、ヒカクラは神だ。よっしゃ。皆さんよかったらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、TikTok のフォロー、インスタのフォロー、よろしくお願いします。チチヒヒヒヒ。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。